ちろん早めに取れていますね。対するフラッシュ選手はセカンドベース遅くなってしまった代償にユニット数が、かなりリードしているので、この段階でプッシュ来る可能性も否定はできないですが、まずはマリン1で偵察してますね。相手のユニット構成調べるという形でしょう。양선수모두다움직임이좋네요 네, 네그자신의어떤그앞마당뒤쪽의언덕을자극당할수있다는점에서주의를하면서시합보어또ここでフラッシュ選手が先手を打ちますが、あっとこれは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 、これ両者ともに気づいていない。ここでスカイハイ選手がフラッシュ選手のユニットが目の前に迫っているのを確認しましたが、フラッシュ選手も相手がこっちに来ているというのを確認しましたね。フラッシュ選手急いで戻る、スカイハイ選手は戻らない。さあ、スカイハイ選手そのまま相手のベースの裏側、セカンドベースの裏側、横ですね、横ですね。ここから指示ですね。ガスを止めることができる。これでテラン戦でガスが止まるのは致命的なので、フラッシュ選手これをなんとか剥がしに行きたいですが、指示先にしているのはスカイハイ選手ということで、フラッシュ選手これは無理に押していくことは難しいですが、数で上回って、このゴライアスと合流して戦力十分貯めてからという形ですね。ですね、これは剥がせそうですね、フラッシュ選手。しかしスカイハイ選手しっかりと、綺麗にディフェンスしてましたが、これは余裕で剥がれますね。ガス剥がすことはできずという形ですね。フラッシュ選手、これラッシュ来ますね、ラッシュ来ますね。ゴライアスの数がかなり多いんで、これラッシュ目的ですね。ゴライアスにちょっと固めのゴライアスにダメージ吸収させてという形なんで、動きますね、だいぶ動きますね、フラッシュ。ここ先指示してるのはスカイハイ選手ですが、やっちった、今のタンク位置もったいないですね。さあ、両者ともに視界はなし、これは下がらざるを得ない。フラッシュ選手、おっと、スリーファクトリーでスリーアドオン、フラッシュ選手。対するスカイハイ選手は、ツーアドオンのフォーファクトリーから、ドロップシップを出していっている。対するフラッシュ選手は完全に3ファクトリー3アドオンなので、タンクメインで持っていきながら、マップ2時にサードベースを取りながらプレッシャーを入れるというプレイスタイルですね。だいぶ今回フラッシュ選手アグレッシブに動いていってますが、この時間帯に攻めきれないとなると、この時間帯に大きな差を広げることができないとなると、このドロップシップがかなり強力になってくる、スカイハイ選手の。さあ、フラッシュ選手、3ファクトリー、3アドオンで一気にタンクを回している利点で、相手の鼻先を抑えに来ますが、その間にスカイハイ選手のタンクドロップがセカンドベース裏側入るでしょう、これ。セカンドベースの裏側に壁を挟んでの CG タンクのドロップ。先に CG しているのは余裕でスカイハイ選手ですが、フラッシュ選手、これかなりの数のタンクでの、丘タンク。相当量ですね、これ。剥がせないぞ、これは。これは剥がせないぞ、この時間帯。ガスが止まってしまったスカイハイ選手、これはかなり厳しいですね。だいぶ厳しいですね。裏側にも回られる可能性がある。ガス止められて、しかもタンクの数が数なんで、裏側に回られてもおかしくないと。レースで剥がしてきてますが、ちょっと時間かかりますね。
네그래도이레이스한기생산하는것도이게진짜대단한플레이입니다네이렇게되면은저탱크가도망가ただ、フラッシュ選手はスターポートそのものがないのでちょっとおーおーおーあーいやこれは間に合いますねこれは間に合いますおーおーフラッシュフラッシュ SCB を壁にしてまで剥がしに来ましたねこれはその場でディフェンスする足を止めるんじゃなくて無理やり剥がしに来ましたねフラッシュ選手これ정말기존에어떤거테란대테란전에서보기힘든이거는상대의유닛상성이라든가이런걸다무시해버리는힘으로그냥저변선수를짓누르는아아아これはかなりフラッシュ選手有利に進めることができているでしょうサードベース完全に取れてしまった上に相手のメインユニットさえもスカイハイ選手のメインユニットさえも掃除できたのでこれはフラッシュ選手かなり優位に展開できてますねスカイハイ選手はメインユニットで押し負けてる上にサードベースも取れていないのでかつガスも止まっているセカンドベースチャオリー격차지금계속나는거예요조별선수개체치계속못하는거고요한군데도뭐개구리상본진이요와진짜예뭐자신은뭐골리아시고드라시비비고그런거모른다라는거죠네진짜특이한벨트서서네이탱크한길을뭐잡겠지만ここでようやくスカイハイ選手が5時にサードベース取りながらかな이러다메디강까지나오는건아닌가몰라요ですね5時にサードベース確保スカイハイ選手おっとそのまま9時にもフォースベース一気に確保サードベースが圧倒的に相手の方が早いので、そして大きなハラスも入れることができなかったので、サードフォース同時で立ててきてますね。もう、でもフラッシュ選手はこのまま相手のメインユニットに押し負けないようにしながら、しっかりとユニット貯めるということができれば、サードフォースが回り始まる前ですね。スカイハイ選手の、資源がしっかりと回り始める前に前に出ることによってもうこれは余裕の勝ちになりますね逆に言うとあーっつうわーっつこれは厳しい多すぎるあースパイダーマインが大した効果を上げることもできずセカンドベース沈黙せっかくサードベースまで取っているんですがスカイハイ選手一時的にセカンドまでの資源の周りになってますね実質ツーベースかつマップ9時のフォースベースもゴライアスのドロップが通りかかった際に下ろされてしまい若干ハラスされしかしこの間に、スカイハイ選手はマップ3時にフィフスベースまで取りに行っているということでフォース回ってないにもかかわらずフィフスまで取りに行っているその間にも、マップセンターのスカイハイ選手のユニットを剥がしたフラッシュ選手は前に出ようとしますがスカイハイ選手はできるだけ指示を相手よりも先にしてとにかく相手の足を止めるっていうことですがレースにレースを重ねられてセカンドベース裏のタンク全て処理することができずまたセカンドベース停滞スカイハイ選手もうこのまま停滞を続けると圧倒的にフラッシュ選手のメインユニットが完全に数で勝つ形になってくるしかもドロップシップの数も揃いつつあるのでね